エドモントンはカナダアルバータ州エドモントンを本拠地としているプロサッカークラブである。2010年に発足。北米プロサッカー界では2部に相当する NASL リーグに2017年まで所属していたが2019年よりは新たにカナダ初の国内リーグとして発足したカナダプレミアリーグに所属。ホームスタジアムはクラークスタジアム。2010年2月に デーブ・ファス、トム・ファスの二人によって創設。2011年より NASL リーグに参入。2010年末、監督のドワイト・ローデベー・ヘスがコーチのハンス・シュライバーを連れて、日本ロジェフ・ユナイテッドの監督就任のためチームを離れたため、ハリー・シンク・フラーフェンが監督となる。2012年には、ハンス・シュライバーもコーチとして戻るが、プレイオフ出場を逃し、 シンクフラーフェントシュライバーは解雇となった。2011年はアルバータ大学のフットフィールドを本拠とし、2012年から5100人収容のクラークスタジアムに移る。試合によっては6万人収容可能なコモンウェルススタジアムを使用したことがあった。ありがとうございます。